埼玉県六甲応援団連盟とは、埼玉県内の高校の特定した六甲の部活動として存続する学生応援団で構成された組織である。1977年夏頃、春スカ高校応援指導部の当時の幹部が、東京六大学応援団連盟主催の六期のもとにを見て感動し、これに習ったステージ演技開催を提案した。その際、 参加校を正中学のナンバースクールである4校と、市、浦和高等学校応援団をはじめ、熊、八高等学校、応援団、川越高等学校、応援団の4校より、総合参道が得られ、その年の9月、前身である埼玉県4校応援団連盟が創立した。その後、1979年に、仙台からの加盟希望や、 同じ旧制中学からの歴史を有するなどの背景により、不動岡高校応援部が新たに加盟して、埼玉県五校応援団連盟となった。そして、1985年秋に、仙台以前からの熱心な加盟希望や、同じ旧制中学の歴史を有することにより、すでに加盟の五校の相互賛同も得られ、松山高等学校応援団が新たに加盟し、 現在の埼玉県六甲応援団連盟となり活動している。2008年に公開された映画、ふれふれ少女の応援指導を熊谷高人志学校応援団川越高等学校応援団が行っている。連盟主催のステージ演技である日輪の下にを主観校の体育館にて開催している。これは基本として各校の応援団が 運動部が活躍するための縁の下の力持ち的な存在で、普段は目立つことのない応援団の活動を多くの来場者に少しでも理解していただくことと、加盟校同士の親睦を深め、リーダー技術を切磋琢磨し、団結力を高めることの二つの目的がある。なお、連盟創立当初は年2回の開催であったが、1980年から、 全 1>, 1回の開催となっている。その他の活動として、毎年5月に埼玉県高等学校総合体育大会開会式に招かれて、競技選手へエールを送っている。また、2008年7月28日に埼玉県で開催される高校総体の開会式では、大会を盛り上げる目的で埼玉県交代連から競技者たちにエールを送って欲しいと要請を受けて、 応援演技を披露した。総部が大正13年と、東部の優として、県下の応援団の中では最も長い伝統を誇る。1957年から数年にわたり、慶応義塾大学、応援指導部よりコーチを招き、正しいリーダー技術の指導を受けている歴史がある。連盟組織下の提案校である。1954年に、 生徒会の募集で臨時に編成されたのが前身。1959年に全国高校野球選手権大会に出場しており、1965年にはバ稲ダ大学応援部よりコーチを招いてリーダー技術の指導を受けている歴史がある。総部は1951年。一旦消滅したが1957年に復活した。1995年には、 浦和高校 OB の竹川幸秀による縦浦ラダがき進めが作られた。1957年から2002年まで神奈川県立湘南高等学校と長きにわたって親睦があった。その湘南高校と定期戦が毎年行われていた。総部は1942年。県北の優として名高く、1951年の全国高校野球選手権大会で準優勝に、 輝いた当時を彷彿とさせる番から、加盟校の中で唯一の男女とも学校。1965年に同校会として発足したのが前身で、その翌年の1966年に部員に昇格し、創部された。2008年には部員が1名となったことから、女人禁制を解き、2009年には女子部員が団長となった。創部は大正14年。 1972年以降キューブ状態に陥ったが、1982年に3年生30名ほどで復活。1984年の全国高校野球選手権、大会埼玉大会の決勝戦に進出、翌1985年に6校、応援団連盟に加入した。その埼玉大会決勝戦を観戦していた、当時明治大学。 応援団に在籍していた同行の OB からコーチを受けている歴史がある。ありがとうございます。